アレクサンダー・フォン・ヘッセン・ダルムシュタットは、ドイツの軍人、バス・軍将保持者、バッテン・ベルクケの祖、ヘッセン・大公ルート・ビヒ2世とその日、ビルヘルミーネの4、男として、ダルムシュタットで生まれた。大公の子供たちのうち、アレクサンダーとマリーの2人は、母ビルヘルミーネとその愛人アウグスト・ルート・ビヒフォン、スナルクランド・グランシー・男ンシとの不義の子供だった。成長すると、アレクサンダーは、 最高家の男子の習いとして軍人になり、ロシア軍に所属して輝かしい戦歴を重ねた。彼はの知性ゲオルギー十字勲章を皇帝から授けられた。妹マリーが皇太子妃であることは、彼にとって不利な条件ではなかったのは事実である。このまま何事もなく行けば、軍人としての出世は間違いなかったが、妹の女官ユリア・ハウケ・伯爵夫人との恋が終分となったことから、 それ以上の英達はなくなった。ユリアは、伯爵夫人の称号を持つドイツ系、ポーランド人女性で、皇帝がポーランド立憲王国で任じた、国防副大臣やマウリツ・ハウケ伯爵の娘だった。当時、ニコライ一世は、自分の命をアレクサンダーと結婚させようと考えており、このロマンスを聞きつけると、二人の結婚を禁じてしまった。ヨーロッパの君主一家の一員が、 一白爵程度の下流貴族と結婚するなど考えられないことだった。アレクサンダーは自分の将来を熟考し、イギリスへ渡るが、ほどなくロシアへ戻り、サンクトペテルブルクからユリアと駆け落ちした。二人は1851年にプロイセンのブレスラウで正式に結婚した。二人はヘッセンへ戻ったが、アレクサンダーの長兄ルートビヒ賛成大公はユリアの爵位の低さに不機嫌になった。 ユリアは大公により、バッテン、ベルク伯爵夫人の称号を授けられたが、今後生まれる二人の子供たちには、大公家の継承権は与えられないことになった。ユリアは、後、大公子の日のランクに高められ、夫妻は、ダルムシュタットに住むようになった。継承権のない夫妻は、静かな生活を送った。二人は、主として、ハイリゲンベルク城に住んだ。 アレクサンダーは1888年に亡くなり、ユリア妃はその7年後に、シューロス・ハイリゲンベルクで亡くなった。アレクサンダーとユリアの5人の子供たちは、母の借位を生徒した。終分となった結婚にもかかわらず、バッテン、ベルク家の者は、ヨーロッパ貴族の中に受け入れられ、イギリス王室の一員にまでなった。アレクサンダーの次男アレクサンダーは、ブルガリア公となった。20世紀に入ると、 アレクサンダーの血を引く三人の子孫がヨーロッパの君主の配偶者となった。ありがとうございます。